暴風域を伴い非常に強い勢力で関東に接近している台風7号。この影響で新千歳空港では今日、羽田や成田などを結ぶ114便が欠航となっています。欠航便からの振り替えなどで全日空や日本空港では航空では東京行きの便は20日までほぼ満席となっています。航空会社の出発カウンターは手続きをする人で混雑しました。天候調査中でまだスタンバイかかってます。ちょっと帰りが頓挫してます。ちょうど帰省先が実家でしたので、ちょっととんぼ帰りで、もちろん明日からですね、はい、そしたらもう上司に連絡しまして、仕方がないねというところで。空の便の乱れから急遽陸路に切り替える人も。新函館北斗行きです。窓口にはチケットを求めようと長蛇の列ができています。新幹線を使って東京方面に向かおうとする人の姿が目立ちました。新千歳から帰る予定だったんですけど、見事に今日の便を取ってて結構ですみたいな。レンタカーを今日返す予定で、新千歳で返すやつ予定のやつをここまで伸ばさせてもらって、飛行機で東京まで行って新幹線で愛知まで帰る予定だったんですけど、どちらも結構運休なので困ってます。新幹線をひたすら立ちで帰るのかなって。 JR の公式サイトによりますと、新函館北斗駅から東京方面への新幹線は18日までほぼ満席だということです。はい、お盆で移動している皆さんへの影響広がってますね。はい、その交通機関今後の見通しですがこちらです。まずは空の便ですが、航空機に関しては全日空と日本航空では新千歳空港から東京方面に向かう、成田や羽田に向かうものは20日火曜日までほぼ満席だということでした。これによって陸路に切り替える方多いと思いますが、北海道新幹線新函館北斗駅から東京方面に向かうものは18日日曜日までほぼ満席だということでした。ご利用の際は最新情報をご確認ください。新鮮でプリプリのサンマの刺身、脂が乗ってジューシーな焼きサンマも。こちら今朝初水揚げされたばかりのサンマです。いただきます。この脂のりと独特の苦みが合わさってとっても美味しいです。サンマの水揚げ量日本一を誇る根室市の花咲港、およそ1000キロ先の公海で漁をした棒受け網漁の大型船4隻が戻り、およそ67トンが初水揚げされました。遠い公海で早く操業できるよう小型船から順次解禁していた出漁を今シーズンは一斉に解禁。大型船が例年より10日早く出港したこともあり、去年の140倍の水揚げ量となりました。魚体も大きめです。去年より若干いいもんだからね、今後に期待したい。どんな風に食べてほしいですか。美味しく朝は1300円。競りの最高値は1キロ当たり724円。過去最高値を記録した去年の1キロ14万400円を大幅に下回りました。台風で本州方面に運べないことも安くなった要因だといいます。早速市内の鮮魚店では1匹80円で売られました。思ったよりね、やっぱり本当のちっちゃいのがいないですね。まあまあかなって。トン数上がって、まあ、値段は高い安いはあると思うけども、またサンマで盛り上がってもらいたいですね。なめろうにしたり普通にシンプルに焼いて、すごい新鮮で、だけどちょっと細いのかな。これくらいなら家族分買って食べれるかなっていう感じです。焼いて食べるかなって感じ。この豊漁に専門家は、西側日本の近海漁場がちゃんと形成されたっていうのが、最大の要因だと見ていいと思いますね。明日の水揚げは今日を大きく上回るおよそ500トンの見込みで、札幌などでも販売されるということです。
ここ数年寂しい話題の多かったサンマですから、豊漁と聞くと嬉しくなりますね。嬉しいですね。去年の140倍ということでした。ではなぜそれだけ豊漁になっているのか専門家に聞きました。水産研究教育機構の主任研究員藤大樹さんによりますと、今回根室花咲港からおよそ1000キロほど離れたこの太平洋の西側で大きいサンマが多く分布していたということでした。その理由なんですが、この専門家も実は7月に調査に行った際には去年と並みかもしくはそれよりも少ないんじゃないかということが懸念されていました。しかし実際は多く取れたということで、それだけ予想していくということも難しいような海になっているわけなんですね。ではこれがどれだけ続いていくのかといいますと、こちらです。はい、この豊漁実は10月まで続いていくとされています。ただですね、それ以降です。11月からはこのサンマは太平洋の東側から西にやってくるんですが、その沖から来るものは小さくて少ないというふうに言われているため、11月以降の漁は伸びない可能性もあるということでした。ただでも今は豊漁ということで、貝澤さん少しサンマ楽しめそうですね。いや、もう家族で食べるにはやっぱ安いのが一番なので、はい、早く食べたいなと思います。はい、ぜひ皆さんもね、今のこの豊漁のうちにサンマを楽しんでおくことがおすすめかもしれません。根室海上保安部によりますと、昨日巡視船が貝殻島灯台にロシア国旗のようなものが掲げられているのを確認しました。今日も掲げられていますが、上陸した人の姿などは確認されていません。ロシア政府は灯台の修理を行うとして、先月15日から島周辺での日本漁船による昆布漁の操業を停止していました。ちょっと心外、なんか納得はいかないですね。貝殻島灯台は1年前もロシア国旗のようなものが掲げられたほか、灯台が白く塗られ十字架のようなものも設置されていました。今月8日マグニチュード 7.1 最大震度6弱の揺れを観測した南九州での大地震で、気象庁は南海トラフ地震臨時情報を巨大地震注意を初めて発表しました。長期保存ができる備蓄食品なんですが、こちらにつきましては約通常時の3倍ほど売れております。札幌北区のホームセンターでは備蓄品や防災グッズを買いに来る人が増え、中には売り切れになるものも。なくなっているのはご飯だけではありませんでした。5年保存ができるお水をケースでこちらに積んでおきましたが、こちらも売り切れてしまいました。だいたい 4,5 日ぐらいだったと思います。売れ行きが急激に伸びた背景の一つには、2018年9月北海道を襲った大地震がありました。胆振東部の地震が起きましてから5年以上経っておりますけれども、今回の地震で賞味期限が切れていることに気づかれたお客様も大変多かったのではないかと。備蓄食品の保存期間はおおむね5年です。胆振東部地震の後に買い揃えたものは期限切れになっている頃なのです。一方で食品や飲料水以外では意外なものが注目されていました。こちらにあるポータブル電源なんです。もしも停電してしまった時にテレビですとかパソコンですとか、そういった通信機器を情報を得ることができます。もちろんスマートフォンなんかも、充電することができます。一般的なポータブル電源の価格は1個10万円以上と高額で、これまでは月に1個売れるか売れないかだったといいます。それがこの1週間で2個売れていて、今日も探している人がいました。情報を受け取る手段っていうのが今はスマホだったりってことになるんですけど、充電できないと何の情報も得られなくなるから。北海道全域が停電、ブラックアウトとなった地震、記録的な大雨や台風の接近も道内では珍しくなくなってきています。災害は人事ではなく自分事なのです。はい、
先週の地震で改めて備蓄を見直さなければと思った方も多いと思いますが、貝澤さんは何か備蓄していますか？私簡易トイレは買ったんですけど、なんか災害のたびにです、ね、何か揃えなくちゃと思いつつもなかなかちょっと忘れていることがちょっと現状ですね。そうですよね、はい、万が一災害が起きたときに救援物資というものはすぐには届きません。3日以上の飲料水もしくは飲料品の備蓄というものが大切だというふうに言われています。そんな時、その保存食というものの期限が過ぎてしまう、いざという時に使えないという、そんなトラブルあるかと思います。その時に使えるのがこのローリングストックという方法です。 NPO 法人防災したっけ代表理事の水口彩香さんによりますと、ローリングストックは日々の生活の中で備蓄品を消費し、使った分を買い足していくという方法ですね。この置き方も重要でして、賞味期限が近いものであったり保存期間が短いものというのを手前に置きます。それを日常生活で消費していきまして、消費したら買い足して後ろにしまう。そうすることで保存期間というものを自分で管理をすることができる。備蓄品を無駄にせずに常に一定量ストックしておけるということなんですね。普段からそれを消費しておくことによって使い方などもね、覚えておけますよね、はい、ただこういった備蓄品、保管方法を迷う方も多いですよね。はい、そんな時に便利なのが収納ボックスというふうに話していました。こちら防災備蓄収納一級プランナーの柳田忍さんに聞きますと、ホームセンターで買えるような収納ボックスを活用しているという話です。収納ボックスは目につくところに置くのがポイントだというふうに言っていました。しまい込んでしまうとどこにあるのかわからないという状況になってしまいますよね。さらには避難する際に収納ボックスを持ち出すんですが、その時持ち出しやすいように重さというものも注意して収納してくださいと話していました。重すぎると運びづらそうですもんね。そうですね。そして懐中電灯、万が一ブラックアウトで暗くなった場合に使うんですが、すぐに使えるように全ての部屋の見える場所に置いておくことも大切です。テレビのそばに置いたり、あとは台所、玄関、ベッドの枕元など、うん、いろいろなところに置いて管理をしておくことが大切だということなんですね。気づくと電池がね、石井さん切れていたりもするんですよね。そうなんですね。まめにチェックもしておかなきゃダメですね。はい、そのような備えを皆さんも今のうちにしておいてください。地震が起きてから買い占めなどをしてしまうと混乱が広がってしまいます。皆さん今のうちに事前に準備を進めてください。